どうも、こんにちは、おかにゃんです。兵庫県はまたもや姫路に来ました。今回は、姫路から山陽線、伯備線、芸備線、鈴木線、三人線経由で島根県の県庁所在地の松江まで行こうと思います。変態的ですね。本日も最後までご視聴ください。このスーパーハクトとかに乗れば3時間ぐらいあれば、松江にたどり着けますが、それやと全く面白みがありません。普通列車だけで行きましょう。山陽線と伯備線は、昔の動画でちょっと触れましたので、今回は芸備線、鈴木線を喋るつもりなので、山陽線と伯備線はあまり喋らないでおきます。本編は1分21秒から始まるので、はよ見たい、っていう視聴者は飛ばしてください。今回は初の一眼レフでの撮影です。いやー、なかなか難しい。すぐブレてしまいますね。そして、横からは特急ヤクモ号が来ました。いつ見ても最高です。あともうちょっとすれば、未完食の新型車両に置き換えられるんですよね。寂しいです。ちなみに今乗っているのは湘南色の115系に乗っております。さてさて、備中高橋駅に到着です。さあ、出発すると、断崖絶壁が見えてきました。これはイクラ堂です。ここあたりは石灰岩が積もったカルスト大地で、雨などによる浸食で、鍾乳洞ができました。このイクラ堂は岡山県内屈指の景勝地です。さて、この電車の終点の新見駅に到着です。向かい側のホームに、芸備線と新線のキハ120が、今かと出発を待ちわびております。これからは芸備線の列車に乗って行こうと思います。ということで今、私は岡山県北西部にある新見市の新見駅に来ました。新見はネウ、法器大線方面と備中高橋、倉敷方面の伯備線と津山方面の紀新線、これから乗る芸備線の3路線4方向の路線が乗り入れている交通の要衝となる駅です。もうディーゼルエンジンを静まる駅の中で荒々しく、カマビッシッ響かせて、一両ポツンと待っております。圧倒的存在感が漂ってき、私のささくれた指から頭まで電流が走ります。そんなポエムをくだくだと喋っているのをキハ120はくだらなく思い、いつの間にか新見の駅を出発しております。カメラをずっと首にかけていたので、首が痛いです。横に見えるのはさっき乗ってきた湘南色の115系。瓦屋根の古びたホームとマッチして、いかにも国鉄の雰囲気をムンムン醸し出しております。まあ、自分は国鉄時代には生きていなかったんですけどね。新見を出発すると横には何かスペースがありますね。これはきっと、貨物列車とか機関車が貨物を引き、止まっていたんでしょうかね。よく見ると石でできた足場がありますね。そして、一番外にあるのは、雪地外線です。布原方面へ2キロも伸びていたそうです。ですが、2014年から使われなくなったようです。今も確かに重要な路線ですが、かつてはマジで貨物や特急、急行がたくさん行き交っていたんでしょうかね。キハ120、快調な走りを見せております。やっぱ特急が通るだけあり、スピードが出しやすくなっております。しかもあまりバタバタと揺れませんので、体感が弱い私でも、ずれずに撮影できております。しかしながら、自然が綺麗ですね。そして、新見を出発して、次の停車駅の布原です。ここは、秘境駅としてもまあまあ、有名ですよね。芸備線へ直通する列車のみ、停車する面白い駅となっております。伯備線の全列車、もちろん普通も通過する、存在が薄い駅となっております。もともとは信号場だったようで、それが格上げされて駅になったそう。こんな山に囲まれて、住宅地もあまりないので、お客さんは誰も乗らず、乗客もここでは降りず、出発します。山が迫ってくるところに駅を設置したので、幅が狭くなっており、千鳥式ホーム2面2線の駅です。昔の阪神電鉄、春日の道並みに狭く危険ですね。さて、続いて備中工事路に停車します。ちょっと上の部分に注目してください。さっきまでは架線があったのに、なくなっています。ここから実質的に芸備線がスタートです。双方100キロ以上の路線距離を誇るにもかかわらず、奮起する駅は、偏僻なところにあります。ちなみに乗車人員は6人だそうです。備中工事路の黒色の古線橋を眺め、ああ戻れないんだな、と実感しています。向こう側に小さく消えてゆく、伯備線の立派な伏線の上をスピードを上げてかけてゆく、電車に乗りてと潜望しながら、線形の悪さのせいなのか、ガタガタと揺れるキハ120系の後面の窓からカメラを構えています。さあ、芸備線内の初めての停車駅、坂根に到着。かつては向こう側にホームがあったであろう跡があります。さて、ここで芸備線について紹介いたしましょう。芸備線は、地面通り、秋と備中または備後をつなぐ路線、具体的には広島から備中工事路、あるいは新見をつなぐ路線です。視聴者の皆さん、やっぱり芸備線といえば、今日、大赤字ローカル線、というイメージがありますよね。広島から下深川というところの営業係数は124とちょっぴり赤字ですが、そんなのは可愛い赤字です。芸備線のマリアナ海溝の底ぐらい奥の区間である、東条から備後沖合の営業係数は驚かないでください。2万5000です。しかもコロナより前です。つまりコロナ禍になるともっと営業係数が大きくなり得ます。やはり、原因は、ここあたりは中国山地に囲まれた地域ですので、やはり買い物に行くにしろ、都会に出ようとも時間がかかるわけですし、また若者が広島や岡山、大阪などといった大都市に吸い取られるので、過疎になり、やはり必然的に鉄道需要が減るわけです。しかも、中国自動車道があるので余計に減ります。やはり鉄道の衰退は避けられないのでしょうかね。でも、逆に秘境だからこそ、来てみたいという人もいるのではないのでしょうか。私みたいに。さて、市岡駅に到着です。続いて、矢上駅に到着です。12秒を患っている方がつい反応してしまいそうな駅名です。
そんなことはいいとして、矢上駅のホームの長さがかつて栄えていたのを物語っております。昔は長い列をなして走行していたんでしょうかね。矢上駅の改札口、かつてはここで駅員さんが貢献やらを遊興していたんでしょうか。今の改札口は黒色に錆びきっており、ここの部分もかつて芸備線がとても利用されていたことを物語っております。この横の切り欠き式のホームは何のために作られたんでしょうか。機関車とかの乗務員交代とかですかね、それとも折り返すためのですかね。久々に列車を交換する設備があります。あっちのホームは上りの新見方面のホームで、ジョイコウザクラが有名らしいです。1ヶ月ぐらい早く来れば、華麗な桜がきっと見れたのに。山あいを縫うように走ってきたこの列車は、平地に出てスピードを上げて走行しております。ガタンガタンと揺れております。バイブみたい。さあ、撮影者はなんかピントを車窓のシミに合わせたり、線路に合わせたり遊んでおります。何してんねん。空を見上げると排気ガスが宙で溶液していることがわかります。というわけで、岡山県内最後の停車駅の後に到着です。ここは利用人数が比較的多いにもかかわらず、快速が通過する駅となっております。芸備線快速は乗客のニーズにあまり応えられていない部分もあると思います。芸備線の歴史を紹介いたします。芸備線はもともと2つの鉄道会社に分かれて営業しておりました。1つは広島市中心部分に線路を引き、広島からビンゴ小原を結んでいた芸備鉄道と、もう1つはビンゴ小原からビンゴ沖合、またビンゴ沖合から備中工事路、それぞれ小原線と三新線として開業した国鉄です。1933年に、ビンゴ小原から現在の三好まで国有化し、1937年には、芸備鉄道は国鉄化され、その全路線しっかり、芸備線となりました。これが主な歴史です。というわけで、東京駅に到着です。本来であれば、ビンゴ沖合まで、キハ120系に乗って揺られていこう、となっておりましたが、ビンゴ八幡と内名の間で、列車が落石とぶつかり、幸い、運転士には怪我はなかったそうです。ちなみに乗客はゼロでした。東京駅の前には JR 西日本の係員さんが待っておりました。切符を見せると、この緑のバスに乗ってください、と案内されました。このバスはビンゴ沖合まで直行するそうです。じゃあ、ビンゴ沖合までの途中の駅とかに行くときにはどうすればいいのとなれば、後ろに止まっているバスやタクシーに乗れば、行くことができます。このバスは、大行バスのビンゴ沖合行きでございます。終点ビンゴ沖合まで、途中の駅は通過いたします。というわけで、東京駅前をバスは出発して行きます。乗客は自分含めて10人ぐらい。バスは静かに高橋川水系最大の支流なりは川を渡って行きます。よう来てみた。シックな瓦屋根の家々がいいですね。東京周辺は住宅地が広がっており、人が住んでそうにも思えますが、駅の乗降客数はあまり芳しくないです。マイカーがあるからなのでしょうかね。にしても大行バス、乗り心地がいいんですよね。ついついシートにとらわれてしまい、大げさかもしれませんが、金縛りにあっております。こんな感じで足は伸び伸びと遠慮なく伸ばせます。足を組んだり、M 字開脚したり、いろいろできるスペースがあり、しかも、そこまで人は乗ってこられませんから、隣にカバンだって置けます。こっちには、席を後ろに倒せるレバーも設置されており、遠慮とコミュニケーション能力はいりますが、快適に過ごせます。高速バスとかとサービスは変わりませんね。東京、ビンゴ八幡間は、線路に沿って走行して行きます。おかにゃんチャンネルでバスは2回目ではないでしょうか。1回目は豊岡でしたね。さて、こうして地図を見てみると、中国山地の那須、谷に線路が蛇のようにくねくねしているということがよくわかりますね。道路の上を走るバスはかなりスピードを上げています。意外と揺れて、寝ようとしても寝れないです。きっと、景色を見てごらんなさい、綺麗でしょう、というメッセージなのでしょうか。こういう自然の風景を見ていると、心が浄化されてきますね。さあ、8時39分に姫路を出発して、今はだいたい14時、つまり6時間も経っています。あっという間ですね。窓から見える景色に恍惚していると、時計の針はいきなり速く回り始めます。まか不思議な現象ですね。そういや、この今回使っている切符は、いつも頼りにしている青春18切符ではなく、ただの乗車券で乗っております。この乗車券を発行するときに駅の窓口に、ルートを見せて、発行してもらったんです。窓口の人がまだ入社してばかりそうでしたので、なんとも言えない凍えた空気が漂いましたね。こんな、誰もしなさそうなアホな切符を作らせてすみません。さあ、目の前に立ちはだかる圧倒的な存在を放つ山は、猫山というそうです。それをさらに超えると、知る人ぞ知る、道後山という標高1200メートルを超える立派な山があります。さてさて、このバスは広島県庄原市西条町へと入ります。さっきは東条だったのに、西の城と書いて西条。どうやら、五本ヶ岳城と大富山城が東と西であったみたいで、それで東条と西条と付けられたみたいです。さあ、芸備線は、これからはできるだけ、トンネルを減らそうとし、迂回するため引いている線路の形は逆U字型なのに対して、バスはというと、ほぼ一直線に道路が引かれて、その上を海上に走り続けます。東条を4分ほど遅れて出発したのにもかかわらず、むしろ15分以上装着しそうです。ついつい私が思ってしまうのは、今回のバス代行、JR 西日本は、もし廃線にする際、バスが代走したらどのように影響を及ぼすかを試していると思ってしまいます。バスは慎重にこの小さな川の上にかかる橋をバックして、駅前に駐車しようとしております。
これはかなりの運転のスキルがいると思いますよ。私はいち早くビンゴ落合駅へ行きたい、と、流行る心を抑えきれずにいます。落石によりさらに卑怯になったビンゴ落合。鉄オタなら一度は行っておきたい駅の一つです。いやー、しかし生で見ると、どこか達成感というか、例えるなら山の頂上にたどり着いたという感覚と同じでしょうかね。JR の係員さんが、乗客約10人に向け、丁寧に乗り換え案内をしております。2番乗り場で、駅に乗り換えのお客様、駅付き線、駅付き方面、新地行き、14時43分。駅番乗り場。さあさあ、ということで、陸のことを、ビンゴ落合駅に到着いたしました。非常に遠かったですが、まだ旅の途中です。次は木付き線に乗って行きます。それまで時間に余裕がありますから、駅を探索していこうと思います。駅舎を通り抜けて、ホームの方にやってまいりました。ちなみに駅舎の中には、ビンゴ落合駅の歴史だったり、グッズや駅ノートが置いており、我々鉄道オタク向けのものがたくさんありました。さて、ビンゴ落合は木津木方面の木津木線、ビンゴ庄原、三好方面と東城、新見方面の芸備線という3方向から来た路線が落ち合うことから、ビンゴ落合と名付けられたそうです。ここあたりの地名に、落合、というのはないそうです。めったに来ない列車を待ち構えているレールの上をまたぎます。五線橋はないので、こうやって踏切式になっておりますよ。これを渡れば、芸備線ホームへと行けます。さっきいたのは木津木線のホームです。さてさて、ビンゴ落合について紹介いたします。この駅は、1935年に国鉄、庄原線の駅として誕生し、1937年には、木津線開業、そして芸備鉄道を国有化して、広島から立中高次郎までを芸備線として営業を行いました。そのため、この駅は主要な駅となり、区間宿泊所などが設置され、職員が200人以上勤務するようになり、今とは全く大違いの繁盛っぷりをしておりました。ここでは、機関車の増結や切り離しといったことが行われたり、その後として錆びた電車台があったり、機関車を走らせていたということで、石炭や水が必要となったので、貯水筒や貯炭場があったり、収穫するスペース、機関車といった、かつてのビンゴ落合の盛況を現在2023年、色濃く残っておりますね。ビンゴ落合駅のガイドさんがいらっしゃいます。昔はここで機関車の切り離しだったりをしていたそうで、どうしても冷徹な JR が芸備線を投げ捨ててようとするのを、どうにか食い止めようと、芸備線の姿を死ぬまで見届けようとする意志や情熱を伺いました。やはりガイドさんにとっては、ここは思い入れのある駅だったのでしょうね。私はガイドさんの熱意に感心してしまいました。さあ、次は14時43分、ビンゴ落合発の新地行きに乗って、この列車の終着点の新地まで乗っていきます。皆さん、間もなくやってくるキハ120系に釘付けになっております。本来であれば、このビンゴ落合に3方向の列車が集うのですが、落石によりその夢は叶いませんでした。ビンゴ落合はどの方向でも1日34本と他の路線と比べ、桁違いにないです。いや、えぐい。さて、この黄色が特徴的なキハ120系をカメラで写真を撮ったことですし、早速、乗って行きましょう。やはりゴールデンウィークっていうことで、観光客というか、鉄オタの方々が全国津々浦々集まってきております。列車は行き先通りを、ビンゴ落合、としながら、大きないびきをかいております。このバスのような扉を抜けて、段差を踏み越えると、そこからは山の中へと延々と続く、線路が見えてきました。隣のホームにさっきまで止まっていた同僚が三好方面へ向かって進んで行きます。この紫色のラインが、芸備線に乗っているんだな、っていうことを分からせてくれます。さっき乗ってたのは、大々の新鮮色でしたからね。運賃料はビンゴ落合から、新地まで乗っており、まっさらです。これからどんどん、運賃の数字が増えていくのでしょうね。まあすでに切符買ってあるので、気にしなくていいんですけども。さあ、14時43分、列車はビンゴ落合を出発しました。ホームの端っこにいた方々はこの列車に吸い取られました。意外かと思われるかもしれませんが、ロングシートが全て埋まるほど、人が乗っておりました。秘境路線で、しかも青春18切符期間外なのに、やはり YouTube とかテレビの影響でしょうかね。左手には鉄道の遺産が見られますね。かつては機関車庫があったそうですよ。ディーゼルカーや自家用車の普及、そして道路が整備されたことにより、どんどんとビンゴ落合は衰退の一途をたどります。左に分岐してゆく、急勾配な線路は、三好や広島へと向かう芸備線、そしてこっちは新地へ向かう木津木線。広島はわかるけど新地ってどこやねん、ってなりそうです。新地湖の新地屋でというと、ああ、その新地か、と一般の方は首を上下に振りそうです。まあ、そんな話はさておきまして、すんごいゆっくりなスピードで走って行きます。カーブも多めで、上り下りの坂がたくさんあり、あまり線形が良くなく、満足そうにスピードは出せておりませんね。僕には聞こえます。キハ120系はそう、エンジンを鳴らしております。トンネルを抜けると、そこは雪国ではなく、限りなく透明に近いグリーンが広がります。いややっぱり、水力の草木のトンネルが続きます。こんなところを列車が通るなんて、ここあたりに住む鹿とかびっくりやと思いますね。車輪がレールを削り火花を散らせて、小さな清い川の上を渡ります。そんな景色にうっとりしていると、トンネルに入っていってしまいました。そして今にも崩れそうで、崩れないような古びた橋梁を渡って行きます。どこぞのホテルですぐパンパンして、よくを満たす人が巣立くような、下品でみだらで、ぼったくり、アミューズメント施設のジェットコースターよりも十分面白いです。ついつい口が滑ってしまいました。
そんなことを言っている間に、古く、錆びたレールの上を引き続き、車輪を回転させて走って行きます。バラストとバラストの隙間から、うつうつと草が生えております。笑ってしまいそうです。そんなことを言うと、味のあるトンネルへと入って行きました。沿線大峡を見ると明らかなのですが、やはりここあたりは厳峻たる中国山地に囲まれております。ですのでトンネルが多いんです。それに比べて、鎮守側だと全くトンネルがないんですよね。撮影者は、ピントが合わせられないようです。そんなに打てる間に、列車は銀河落合から 6.6 キロ地点の最初の停車駅の雪駅に到着です。かつてはこっちにも線路が引いてあり、一面二線のホームだったんでしょうかね。さて、ここで停車駅のご案内です。銀河落合から出発して、今は雪、そこから三ノ原、出雲坂根、矢川、出雲横田、亀岳、出雲稲荷、出雲社、下久野、日登り、木月、南大東、出雲大東、旗屋、鴨中、南新寺、そして終点の新寺となります。約3時間の乗車です。きつすぎやて。列車は横から迫ってくる小枝を強靭でゴツゴツした鋼鉄のボディで、へし折ってグレーの煙を上げて進んでいきます。ご乗車ありがとうございました。まもなく、新野原です。次の停車駅は、JR 西日本の中で一番標高が高い駅の新野原です。新野原駅は、1949年にできた停車駅でして、それ以前、地元住民はとても離れていた雪か先の出雲坂根に行かねば列車に乗れませんでした。ですが、ここあたりは豪雪地帯ということで、スキー場といった施設を作ったことで駅が作られました。そういう歴史を持っています。ここからは、名前は知りませんが、あの赤い立派な橋や、オロチループも見られるそうですね。どうやら、オロチループは島根出身の竹下登元総理大臣の影響で作られたらしいです。しかしながら、めっちゃでっけえ。さて次は出雲坂根です。新野原との標高差はなんと約150メートルもあるそうでして、これから下っていきます。鉄道はやっぱり、勾配には弱い乗り物でして、この標高差を直で結ぶのは厳しいんですよね。ですので、スイッチバックをします。さあ、下から線路がやってきました。これからは、あの線路と合流して、運転士さんが進行方向を逆にして出発して行きます。言葉で説明するのはやや難しいので、実際に見て行きましょう。ここで下からやってきた線路と合流して謎の小屋へと入って行きます。ここあたりは豪雪地帯ですので、ポイントが雪で動かないようにならないために小屋を設置してあるのでしょうね。それで小屋の中で列車は止まるのかなって思ったら案外と奥まで行きます。今考えてみると、列車から出る煙で曇らないためなのでしょうかね。それとも乗客のためか。薄暗い木々のトンネルの先には車止めがぽつりと佇みます。謎のまがまがしさのオーラを漂わせております。この獣道に近い線路を抜けると異世界へとつながる門があるのでしょうかね。なあ、こんな展開があるかい。そうやって妄想している間に、運転士さんがさっきの進行方向後ろの運転席に着きました。これからはさっき合流した下の方向へと続くレールへ転線して行きます。こうやって鉄道にとって急勾配の坂を下っていくのをスイッチバックと言います。そしてまたもや下から線路がやってきました。図を見るとわかりやすいですが、もう一回スイッチバックする、すなわち三段の坂を二回スイッチバックするということなのです。日本全国で見てもそんなにない珍しいんですよね。これが木月線の面白いポイントです。さあ、そして下ると出雲坂根に到着です。さっきは定義線の坂根を通りましたが、こっちは旧出雲の国に位置するので、頭に出雲をつけております。もちろん言うまでもなく重複を避けるためです。さて、運転士がまたこっち側へと戻ってきました。今度は進行方向、左側の線路をさらに下って、新寺方向へ向かって行きます。やっぱり出雲坂根駅といえば、この延命水が湧き出るところがあります。今日は時間がなく、残念ながら、空のペットボトルに組めませんでした。そんな、欲張りになるな、ということでしょうかね。ここにて、案外と人がいらっしゃいました。どうやって来たのでしょうかね。車とかですかね。その汲んだ水は、調べてみると持って帰る方が多いそうです。やはり、その水を結び飲むのは、ポイウスであまり良くないからなのでしょう。列車は、出雲坂根を出発してすぐ、ポイントをまたぎます。またぐたびにこのカメラが揺れて、何を撮ってるのかがわからなくなります。手ぶれを修正してほしいです。車内の席に座る乗客たちは相変わらず、前方に顔を向けている様子。私がこの景色を独り占めしてる、邪魔だ、と思われてそうで、申し訳なさ、に困っておりました。列車はいつもはあまり乗客がおらず、今日は乗客がたくさんおり、びっくりしているのか、なかなか、のぶとい音を上げて走って行きます。このディーゼルエンジンの喧騒と車内の静謐が混じり合っております。この手入れのされていない草の絨毯の上を横たわらず、まっすぐに駆け抜けて行きます。耳を破壊するレベルの汽笛を鳴らすと、もう間もなく、銀河落合と木月の間のビッグな駅、出雲横田に停車です。当駅発や当駅止まりの列車も設定されており、ここから若干本数が増えます。久しぶりに2面2線のすれ違いができる駅です。さあ、右手に見えるのは、普通列車の陸の孤島駅です。早く、してくれと言わんばかりの輝きを放っております。ちなみに銀河落合から、約1時間と10分かかっておりますが、まだ5駅のみしか進んでおりません。ローカル線あるあるなのですが、駅と駅の間隔や線形の悪さゆえに、こんな時間がかかっているのです。
列車が過ぎ去ると立派な神社の駅舎が見えてきました。立派な葉、銅板の吹き屋根の曲線美、正倉院を彷彿とさせる風倉造りの壁がなかなかいいですね。出雲横田です。さあ、出雲横田駅を出発して次の駅の亀岳に到着です。ここはどうやら有名な小説、映画のワンシーンとして登場した駅らしいです。さて、ここで木槻線の歴史について紹介いたしましょう。木槻線はもともと氷上軽便鉄道が1916年に新地から木槻までを開業しました。初代鉄道社長の糸原武太郎は先代の願望を叶えました。糸原の先代はもともと植林で利益を出していたのを見て、糸原はあ、そうだ、木炭で東京に輸送すればいけそうやんとなっておりました。それで木炭や木材を輸送するため氷上軽便鉄道を開業しました。国からの補助があったものの成績は良好だそうです。ピークである1928年度の輸送人員は28万人、貨物量は 5.2 万トン、そして営業収入は21万円、今の円に直すと1億3000万円になるそうです。昔は輸送人員、貨物輸送ともに利益を出していたそうです。1932年、国鉄によって木槻から出雲稲荷までが開業し、ここで国鉄木槻線が誕生。1934年には、氷上鉄道であった区間、新地から木槻を買収し、また、出雲稲荷から矢川まで開業して、1937年には矢川から銀河沖合まで全線開業しました。1971年、木槻線は木炭輸送で利益を出しておりましたが、エネルギー革命で木炭の需要が急激になくなり、かもなか、木槻、出雲稲荷、出雲横田での貨物扱いはなくなりました。その後、1980年に国鉄再建法が成立し、翌年には施行され、1日4000人未満の路線はバス転換とかしろ、となりましたが、木槻線は除外。なぜなら、当時は道路網が発達していなかったからです。発達した現在、木槻線は廃線か存続かの岐路に立たされております。今は観光客狙いで奥出雲6号を走らせているわけですが、それも2023年度とかに廃止する予定ですので、かなり利益のなる根が枯れてしまいます。やはり存続の道だけ物道になり、廃止の道が続いている状態に陥っております。我々が道を整備することで、木槻線か存続の道が切り開けると思います。ですので、間もなく青春18切符期間なので、皆さんも木槻線に乗ってはいかがでしょう。さて、17時1分、路線名にもなっております。木槻に到着。ここで10分ほど停車しますので、木槻駅をじっくりと徘徊していきましょう。ここから当駅止まりや、当駅発の列車もあります。あちらを見てわかると思いますが、留置線がたくさん敷かれてあり、あの青と白のトロッコ列車が、先ほど言いました、奥出雲6号、です。さて、扉を閉めて、列車から水とかエンジンとかが見えたぎるような音を上げ、そして、うなり声を上げて出発していきます。乗客は、列車がノロノロ運転で、今日の疲れも蓄積しているためなのか、寝ている方も若干おられました。あとは、ここで乗って来られた方もおられました。木槻からだと、比較的需要はあるように思いました。しかしながらこの雰囲気いいですね。空の色が灰色になってきて、もう一日が終わろうとしているのだ、と気づかされます。全面展望をしているとわかりますが、線路が良くなっているかのように見えます。さっきまでは雑草でファンもひきらかしていたのですがね。あと、スピードが速くなったように思います。列車から、よっしゃ、ここからが本気出すで、という声が聞こえてくるように思います。んなわけあるかいな。先ほどから向こう岸に見える瓦屋根の家々が美しいです。太陽が照りつけて光沢があるかのように見えます。この瓦を石州瓦というそうです。この瓦は艶が出る釉薬を塗りたくり1200度もの温度で焼き上げて作るそうでして、山陰はやっぱり日本海側なので寒いですので、この瓦は東大に強く山陰で広まっております。さて、17時24分、鴨中駅に到着です。久しぶりに1面2線の駅を見ました。ここで対向列車待ち合わせのため4分停車します。あっち側からやってきたのは、キス、ラッピングの車両ですね。あらやだ、毛はいい、上絵もいいんですけど、失礼いたしました。では、皆さんの、出雲市、大田市、浜田方面からやってきた日本一長い在来線、偉大なる山陰本線と合流。2つの線路を隔てる建物のせいで、なかなかピントが合わないです。まだまだカメラの技術がないですね。車内で寝ていた人は、起きて、年を取ったような、たびれた顔をしていた方がおられました。自分も、なんか、年を取ったような感覚がしました。そんなはずあるわけないやろ、ただ疲れているだけやろ、という声は締め切り済みです。さて、木造の古線橋が見えてきました。間もなくこの列車の終着点、またはこの木槻線の果ての新地に到着です。まさかのカメラの充電が全てなくなったんです。新地に着く直前に一応2つもカメラのバッテリーを持ってきたんですけどね。まあスマホがあるしええやろ。さて、17時38分新地に到着です。これからは山陰本線で香川県の県庁所在地ではなく島根の松江まで行きたいと思います。よく香川と島根と愛媛間違いがちですよね。まあそんな話はええとして、
この神事は、寝台特急サンライズ出雲号が必ず停車し、その他の特急も停車することがある、主要駅です。次の列車は6分後の米子駅です。見えてきたのは、海ではなく、しじみの味噌汁の具材でも有名なしじみの取れる宍道湖です。面積ランキングで日本で7位にランクインする、でっかい湖です。空が暗くなっています。もう旅が終わるんやな、と実感しております。湖を見ながら旅の終わりを感じるなんて、自分のチャンネルにとっては粋です。さて、特急が停車することがある玉造温泉を出発。松江まではあともう少しです。玉造温泉は奈良時代の不時にも記載されるぐらい、古く、良い、湯だそうです。一度入ると陽子鍛錬になり、もう一度入れば、いろんな病気も治るとされているほど、湯の質が良いそうですよ。列車から、宍道湖と松江の市街地が見えてきました。意外と近いようで遠く見えますね。これからあそこへと向かい、列車はかけて行きます。さあ、合格館へと入りました。松江の市街地を一望します。なかなかのどかで程よく、都会で自分が好きな感じの中心地です。さて、ここでエンディング、今日も最後までご視聴くださいまして、誠にありがとうございました。ぜひぜひ、チャンネル登録と高評価などよろしく、お願いします。さあ、本日の終着点、18時5分、松江に到着です。非常に長かった。さあ、ということで、今回は芸備線と木槌線を中心に景色とか、ベラベラ喋りましたがどうでしたでしょうか。秘境でしたよね。しかし、秘境だからこそ自然が美しいんです。都会の汚濁した空気もなく純粋な空気が吸えて、心が洗浄されました。またもう一度、乗ってみたいです。ご視聴誠にありがとうございました。